どんなものがあるかというと、キッチンで例えばそのお料理を簡単にするものとか、後片付けをしなくていいものとか、それから身の回りのものでしたら簡単にきれいに結べるスカーフだとか、それからバッグなんかでもいろんな形で使えるバッグとか、そういうあの生活をちょっとしたアイデアでとても便利にするものが多いです。ここの下北沢っていうところは若者の街と思われてるんですけども、実はこの通りはそうじゃなくて生活者の街なんですね。あのいらしてくださるお客様も、ご年配の方も多いですし、主婦の方も多いですし、そういう中でだんだん認知度が上がって、あの何度も繰り返してきてくださるお客様もあって、それはすごく嬉しかったです。プロの方がこれを持って味噌をこんな風に取りましたということは、先端の交差しているのを避けたんです。で、ここの丸いところを使った。それを思ったので、それに似た形のものを考えてみました。それで最初はぐちゃぐちゃしてたんですけれども、きれいにここに空間ができないと味噌はちゃんと取れないなということは実験して分かりました。旅行行くと突然荷物が増えて両手が空けたいんですけど、リュックにするとレストラン入ると恥ずかしいので、トートバッグにしてレストランに入ります。それから外に出た時はあの簡単にリュックになると本当に便利で両手が空くので、それを考えました。こういう感じ。どうしてます。ない。15年前に下の子供が生まれたばっかりの時に、ベビーカーで都心に買い物に行ったところ、駅でエスカレーターとエレベーターがなくて迷ってしまって、で事前にエスカレーターとエレベーターがどこにあればいいのかなと思って、乗り換え便利マップを作りました。会社を作りたいとかそういうのではなくて、発明を趣味でやっていまして、発明の中のいくつ何番目かの発明品が採用されて会社にした感じです。言われました、シンプルにしてくださいって。駅を調べ始めたら思ったより駅が多いし、駅も広いのでなかなか終わらなくて5ヶ月かかってしまったんですけど、途中でやめてしまうと、まあ、全部無駄になっちゃうので、まあ、仕方なく全部調べた感じです。きっかけは鉄道会社営団地下鉄が総裁が変わって分かりやすい地下鉄にしようっていうコンセプトを出した時があって、まあその時に私が長くやっていたので、
最初お試しで銀座線からって言われて銀座線だけをスタートして、その後評判が良かったので今や全線、採用していただいて駅に掲載してもらえるようになりました。新橋、今年は少しでも中ほどよ